お湯取り運転中の動作について説明します。ビッグドラムは節水タイプのため、洗いだけの時、風呂水の使用量はポリバケツ約2杯分です。浴槽の水が減っていないように見える場合があります。またお湯取りはすすぎになると水道水を使った運転とは異なる運転をします。お湯取り運転のすすぎは風呂水を無駄なく使い、しっかりすすぐため中水すすぎに自動で切り替わります。それに伴い操作パネルのすすぎ表示に中水が表示されます。お湯取り運転中に風呂水がなくなった時は自動的に水道水に切り替えます。切り替えた時は音声でお知らせし、操作パネルのお湯取り工程の表示が消えます。また風呂水がなくなったことを検知するのに時間がかかるため、運転時間が長くなります。